特定非営利活動法人、日本で最も美しい村連合は、日本で最も美しい村の名称の使用権を管理し、加盟団体の観光の広報活動などをする特定、非営利活動法人、通称、美しい村連合。当連合は、地方自治体や地域の連合体であり、美しい村づくり、ロゴマークの活用、サポーター会員制度、イベントの開催、 広報活動を行っている。フランスの最も美しい村の活動を知った松尾正彦カルビー社長がカルビー関連会社のあった北海道美瑛町の浜田、明町長に提案2005年10月4日浜田町長の呼びかけにより任意団体として設立した。フランスの最も美しい村連合に反を取り活動をしておりフランスと同様に加盟した後加盟自治体が 日本で最も美しい村として、妥当かどうかを定期的に審査、基準を満たさない場合には、最終的に資格を剥奪することもあり得る。現在、日本で最も美しい村、連合、フランスの最も美しい村、ベルギーのワロン地域の、ワロン地域の最も美しい村やイタリアの、イタリアの最も美しい村、カナダ・ケベック州の、ケベックの最も美しい村による、 世界で最も美しい村連合も設立されている。2020年4月1日現在で、下記の自治体及び自治体内地域が加盟している。連合の設けている地域ブロックごとに記している。兵庫県上町小白く鳥取県地図町の板、茨集落直近の国勢調査の人口が、おおむね1万人以下であること。次に定める地域資源が2つ以上あること。 景観環境文化連合が評価する地域資源を生かす活動があること、美しい景観に配慮した街づくりを行っていること、住民による工夫した地域活動を行っていること、地域特有の工芸品や生活様式を堅くなに守っていること、ありがとうございます。